アイアーシャーレは、ドイツベルリンのダーレム地区のレストラン、伝統ある、ジャズクラブである。店名は、卵の殻の胃。地下鉄のポドビエルスキアレー駅資金で、建物は、元の立派な邸宅である。同じ名前、もしくは、アイアーシャーレにという名の居酒屋が、1980年代に、クーアフィルステンダムのランケ通りの角、カイザー、ビルヘルム記念協会の隣にあった。 東ドイツで平和的な政治変革が起きた後、居酒屋ツェンナーという伝統的なスタイルの居酒屋がトレプトを公園に開店した。これは以前、アイアーシャーレさんと言われていたこともあるが、今日ではアイアーシャーレツェンナーと解明している。アイアーシャーレはもともとはトランペット奏者で、シュプレーシティストンパーズのハーベ・シュナイダーによって始められたものである。 1952年から1953年にかけて戦後廃墟となっていたシェーネーベルク市長者の地下室で戦室という名のジャズクラブを始めた。ところが当局が東海の危険のため地下室を閉鎖するにあたり、酒場は1958年にブライテンバフハ広場に移転し、そこでアイアーシャーレと改名することになった。ルイ・アームストロングやデューク・エリントンや エラフィッツ・ジェラルドのようなジャズの大物たちが、このクラブを訪問して出演した。1960年代の末にシュナイダーは、アイアーシャーレを売却し、また家賃の高騰により1977年に、ダーレム地区に移転した。2000年12月、ダーレムの店は閉店。2005年10月、店は、ジャズクラブから飲食店に営業形態を変更する。 ことを告知。二千八年六月一日、アヤアーシャールが再開した。店では、ジャズバンドと並んで、ソウル、ポップミュージック、ディスコ、ファンクなど九百七十年代から九百八十年代の、音楽もレパートリーにする、ビーストとジェントルのような小バンドも出演するようになった。クリスチャン・バンレソン、ダラマ・ー・エイ・アスク・ヘイル、ニヒト・メア・アンジ・イノクスとイン、デア・トガス・シュピーゲル、 7、エイプリル2008、オマージュアンダイ・ケラー・キンダー19551972、サイトマップヒストリー、エイアスクヘル、ベルリン、で、2012年9月12日閲覧、アンジェリカ・コラー、インジャス・コラー・トンテスタ・マンデン・アール・エイ・アール、シティール、イン、ベルリーナー・アッツ・アイ・トゥング、31、デト・センバー、1999, アズ・タイム・ゴーズ・バイ、イン、 であとガスシュピーゲル、14、デトセンバー2000リーナ、リンダパッチカウフスキー、サンジャルングスビギンエイムレストランエイアスクヘイル、イン、ベルリーナーモーゲンポスト、22、オクトバー2005ハットマタヤスラーベ、ダイエイアスクヘイルコムトザーク、イン、ベルリーナーツァイトゥング、27、マイ2008タンツ、ワイルドウントザーンフトインデアエイアスクヘイル、イン、ベルリーナーモーゲンポスト、 16, ジュリ2011ありがとうございます。